テレイスヤの車の話始まりました。秋も深まってきましたよ、はい、秋が深まりますと土屋さん、はい、何が楽しみなんですか。やっぱね、うん、やっぱこう地方に紅葉を見にドライブに行きたい。おー、随分なんかおしゃれじゃないですか。やっぱ86で、うん、涼しい顔をして、うん、軽井沢の紅葉を見たい。あ、そうか、軽井沢出身って嘘ついてましたもんね。いや、嘘じゃないんですよ。隣町でした、ね、軽井沢の近くだから嘘ではない。でも見え張ってるよね。ね、見え張ってるなんて言ったらさ、うん、俺ら長野県人から言わせると、うん、軽井沢があるでしょ、うん、これは旧軽っていうの。旧軽井沢、うん、で、中軽井沢。中軽、うん、ね、見え張ったやつらは北軽井沢だとか南軽井沢、そんなのないっつうの長野県に。ないんですかあれ。そんなの不動産屋が作ったもんだよね。え、それどう見え張るんですか。その北とか南の方がもっといいでしょうみたいなことですか。そうじゃない、軽井沢っていう名前を使いたい。軽井沢っていう名前を使いたい。ああ、長野県人からすると旧軽と中軽以外はないの。でも俺はその近くに住んでる。じゃ軽井沢ですよね。だからいわゆる架空の軽井沢みたいなことですよね。虚しい会話ですよね。もう次行きましょう。今日は何ですか。今日はですね、はいはい、あのお二人はアメ車はお好きですか。もう大好きですよ。大好きですよ。アメ車は、うん、やっぱあの V8 のドル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 ってあの音、いいですね、でもビッグトルクドカーンっていう、あのもう笑っちゃうぐらいのあのパワー、うん、まあアメ車はもう笑うしかない。テリーさんは、うん、僕も大好きですよ。なんか好きな車がアメ車でありますか。ああ、もちろんありますね。何、僕はね、コルベットの C5、 あ、これですね。これが ね、大好きなんですよ。あの最後の実はリトラクタブルライトって言って、うん、これからあとはもう、はい、まあ、法律でなかなか ね、ダメになっちゃったんですけども、これがなんかで、そんなに別にあのなんていうかな、うん、今もそんなに人気があるわけじゃないんですけども、うん、昔僕これの黄色のオープン乗せたんですよ。やっぱ黄色なんだ。黄色なんですよ。で、なんかすごい思い出として、なんかね、当時もう早めに売っちゃったんで、うん、すごく後悔してるんですよ。なんで早めに売っちゃったの。次の車が欲しくなっちゃったんですよね。今だったらシンプルにキープしたんだけども、しなかったね。なんかでもペローンとした綺麗な車じゃないですか。そうなんですよ、ね、これも本当になんかね、C5、 あの後ろも周りにね、テールランプで、うん、そうそうそう、セクシーですよ ね、 ね、うん、いいよね。これは僕も大好きです、うん、近頃のアメ車ってめっちゃいいよね。あ、もう今の、うん、本当に現行のコルベットもね。あ、乗った？乗りました。俺も乗った。乗りました。いいのこれが。すごくいい。現行コルベット。こちら。これね、うん、ちょっとね、ガンダム系のね、本当にめちゃめちゃガンダムみたい。昔の人から見ると、いろいろあるかもわかんないけど。でもさ、正面から見ると、うん、NSX のタイプ S とよく似てるの、うん、この新型コルベット。あとこれで初めて実は右ハンドルになったと思うんですよ。あ、そうなの。コルベットはここから右ハンドルになってるんで、うんうんうん、僕はどっちかというと右ハンドルの車好きなんで。俺も好き。いいですよね。左ハンドルってなんか日本人をバカにしてるようで、そで左ハンドルあんま好きじゃない。で、ここ年寄りのせいかさ、左ハンドルイコール並行輸入だろうみたいな。そういうなんかこう、もう頭がガチガチになってるわけ、うん、はいはい、でもこれまだね、なかなか今ね、それこそ半導体の関係で、うん、なかなか日本に入ってこないんですけども、うん、大好きですね。このコルベットは乗りやすいということで、今回はアメ車です、うん、はい、はい、あのアメ車マガジンって今日は持ってきてらっしゃる。あ、はい、なんか改めましたアメ車マガジンのご説明していただきたいなと思いまして、うん、はいはい、こう見せた方がいいですかね。はい、はい、アメ車マガジンですね、創刊したのは1999年の1月なんですけど、うん、はい、もう今からもう24年ぐらい、うん、はい、その当時はまだあのインターネットで情報を手に入れようと思っても、うん、なかなか手に入りづらかった状況で、うん、でまあ、アメ車に限って言えばなおさら で、うん、でまあ、要はアメ車イコール壊れるっていうイメージ、うん、そうなんですよ、はい、あるじゃないですか。雨の日ね、パワーウィンドウが上がんな、上がんなくなったよね。まあ、電気系統が弱いっていうのはあるんですか。そうですね、まあ、それも含めましていろいろあるんですけど、まあ、そういったところ、要はユーザーサイドが不安に思うところをあの僕らが払拭しながら、うん、あのサポートしていけたらいいなと思って、うんうんうん、あの今日まで続けています。なるほど、はい、うん、どうなんですかアメ車人気って今は。あの人気はあのあります、
でも要は創刊した当時ってアメ車ブームで、うん、要はシボレーアストロを筆頭とした要は一大ブームなんですけど、はい、まあ、その当時と比べましたら、まあ、ちょっとまあ下だと思いますけど、でも、ずっと、まあ、要は好きな人は好きですから、うん、そうですよね、はい、もう年代が経ても、うん、もうこの先もう要はチャレンジャーとかがなくなったとしても、まあ、好きな人はずっと好きで、まあ、居続けると思います。意外とアメ車ってちょっとぐらい古い、例えば2000年ぐらいのやつと今と形が変わらないから、なんか新しく見えるっていうか、国内車だとあこれちょっと古いねってなるので、あんまり分からなかったですよ僕らも。変わんないよね。そうなんですよ、大きく変わんないですよね。はい、そうです。だからそういう意味で言うと、なんかずっと乗っててもかっこいいなって感じがしますよね。うん、まあ、モデルサイクルが長いですから、うん、そうですよね、はい、本当にそう。意外となんか2、300万円でね、はい、買えるアメ車がたくさんありますもんね。あ、そうですね。じゃ今回はですね、鈴木さん一押しのアメ車をご紹介いただきたいなと思いまして、はい、編集長が選ぶですからね、一押しのアメ車、はい、まず行きましょうか、こちらです、はい、出ましたよ。いいね、いいね、いいね。そうらしいんですけど、最高ですこれ。いや、もう本当にこれワインディングで乗ってもサーキットで乗ってもうわこれ本当にアメ車かよっていうぐらい出来がいい、ね、これはオープンとあるんですけど、いくらぐらいなんですか、それぞれ。オープンの場合はそうですね、正規ディーラー車になるともう1000今500万とか1500万。はい、ああ、そうか、そうですね。でも今はもうどん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 上がってるので、はい、まあ、それがもう2000万とかなっちゃうんですか、行くんじゃないかなと思いますけど。そうなんだ、それ嫌だな。だって本国だと800万ぐらいじゃないですか。そうですね、本国の値段とはもう全然開きがありますけど、ね、この為替の関係で並行輸入で買えばいいの。まあそうですね、並行輸入で買うって手もありますけど、まあ、あとはその為替がまあ落ち着いた段階でどこで判断を切るかっていうところだと思うんですけど。難しいのだって並行輸入で買ったとしたって今1ドル140円でしょ、うん、はい、だからとんでもなく高いですよ。そう、今円安でね、さらに円安がね続きそうだから。え、何がそんなにいいの。コルベットですか、うん、いや、形もね、そう、まあ、まあ、見た目もそうですし、うん、まあ現実だよね。まあ、走らせてスムーズって、まあ、土屋さんが感じるスムーズとはまた違うとは思うんですけどまたね、ほらハーレーをゆっくり流して乗るのと、うん、そうだね、ね、まあ、日本のさビッグバイク乗るのと違うイメージで言うと、うん、そうだね、まあ、ハーレーに近いですよね、やっぱりなんか、うん、なんとかそんなに別にスピード出せないけども、うん、気持ちよく風を、ね、受けてっていう、そういう意味で言うと、シーツなんか本当に形もね、うん、なんかシルエットもいいし、うん、はい、もう一つあるということで、おすすめ、はい、お、はい、ラムバン、はい、これちょっと古いやつですよね。そうですね、まあ、要はフルサイズ版なんですけど、はい、フルサイズ版っていうジャンル自体が今もう消滅してしまっているので、うん、各メーカーはもう製造をしていないんですけれど、うん、要はまあ日本人としたらまあ要はバン好きかなっていうところで、うん、で、まあまあ、ミニ版よりもじゃあアメ車ライフを楽しむんであればフルサイズ版に乗ってほしいなっていう思いから、はい、選ばせていただきました。でも日本じゃあまり見ないよね。私初めて見ました、ね、やどういうその日本の版と比べるとやっぱこう大きいんですか。大きいですね。もう要はまあ先ほどと同じように、まあ、全長がまあ要は5メーター50とか、まあ、これはこのモデルはショートもあって短いのもあるんですけど、はい、でもまあ横幅はもう2メーターとかで、でかい。これこれ白だけども、はあ、アメリカっぽいこれでペパーミントとかいろんなねカラフルな色があるから、はい、うん、これとまた違うねイメージですよね、はいはい、カンパチにこれの専門店がありましたよね。そうですね、世田谷通りのところの角に、はいはい、日本じゃ見に来ましたよ、うん、あんまり見ないよねこれ、はい、だからこれはそれこそサーファーの方とかさ、そうですね、意外とそういうなんか、うん、はい、あ、そういう方が好きそうな感じですよ ね、 そうですね。アメリカではどういう層が買ってる。アメリカですか。アメリカではもう要は荷物をまあもちろん積みたい人が買われるとは思うんですけど、うん、まあ、要はその荷物を積むイコール何かアクティブに使いたいっていうところがあると思うんで、うん、まあ、サーフィンから、まあ、バギーからバイクから、はい、もうそういうのを積んでおける車だと思いますので、まあ、バンだよね、はい、2室だからさ後ろ、そうかそうか、で今日本でこれにプラス今度キャンピング仕様みたいにね、そう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 、やると
まあ別になんかどんがりにしていいですよね、はいはい、楽しいと思います。へえ、いや守備が良すぎる、さすが。ただね、鈴木編集長の趣味は若干変態だね。え、そうですか。やっぱこれはね、レベルが高すぎて。なるほど、もうみんなね、これはレベル高いですよ。これ全部高い、ラムバンは。まあでもさすがセンスいいですね。続きまして、はい、鈴木編集長が初めて見た時に驚いたアメ車、お3つご紹介いただこうと思います。お、ダッチバイパー。ダッチバイパー、これ驚きました。一番初めて乗ったのは、これバイパーの初期型を、うん、はい、乗る機会があったんですけど、うん、コルベットとはもう真逆、うん、もう本当これこそトルクでどんどんっていう、うん、イケイケっていう感じの、なんだこれはと思ったんですよ、うん、はい、でも乗っててどん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 足元熱くなるし、うん、でまあまあある意味もう要はあの燃料がどん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 減っていくんですよ。そうですね。そう、もう本当に驚いた車ですね。これはひどい車です。俺レースで乗ってましたよこれ。あ、そう、ダッチバイパー。これなんか勝手に作っちゃったって感じですよね。なんかそういう、そういうなんか面白さありますよね。そうですね、後輪の上に乗ってる感じ。そうですね、本当にね、はい。でも俺鈴木さんより足熱くなったよ。レーシングスーツのソールが溶けちゃうんだから、うんうん、本当に。だからなんかこれはこれでまたファンタジーですよね。そうですね、こんなめちゃくちゃ車あるのかって。まずこれを日本だったら絶対に市販しないというか。そうですね、まだ許可しないのに、うん、それを反抗してチュバイって感じで。いや本当そう。ダッチバイバーのまた新しいのが出るって話もありますよね。うん、そうですね、まあ、でもそれもどうなのかっていうところありますけど、うん、まあ、ね、はい、まあそうだね、これはびっくりするわ。続きましてびっくりするハマー、うん、ハマー。おー、そうですね、 H2 が、まあ、要は登場した時に先に乗ったんですけど、まあ、うん、それにしてもこの、まあ、ミリタリーの流れを組んでいるっていうのは分かっていても本当に個性的だなと思ったんです、うん、これ僕乗りましたけど、リッター2キロぐらいでしたよ。ね、まあ確かにそうですね。どこがいいの？そんなにあれ、いや、いいじゃなくて変わってるっていう。いや、本当に都内で乗ってんだけど、メーターが落ちてくるんですよ。都内、まあ、走ってるだけで。いや、ね、僕は、はい、僕これ所有しました。しました。お、さすがです。ハマージャパンの、はい、で購入して、はい、うん、これの黄色乗ってました。やっぱ黄色なんだ。黄色の。え、どのくらい乗ってたの？1年半ぐらいかな。乗った方だ、うん、いやでもね、これはね、休みの日に出かけられないんですよ。なんで？置く場所がない。あ、そっか、でかくてね。もう行っても繁華街で置けないでしょ、うん、普通も置けないじゃないですか、うん、で置けるのはホテルの駐車場とか、なるほど、ある程度ちゃんとしたところじゃないと置けない、はいはい、運転席と助手席の間がこんなに離れてるんですよ。そうですね、だから手をつなげないくらいね。そうですね、いいじゃないですか。いやいや、だから密にならなくていい。密にならなすぎですよ。だってこれ写真からも分かるじゃないですか、めちゃめちゃ助手席と離れません。そう、だから、ね、あの助手席の女の子の太もも触らないんですよこれ。触んない、普通触らないですよ。普通触るんですよ。でもなんかこれなんか音、ね、お部屋が動いてるかのような。いやでもこれでね、乗ってるとね面白いんですよね。ご紹介いただきましたけれども、はい、今回はですね、アメ車を3種類外にご用意しておりますので、うんうん、見に行きたいと思います。はい、行きましょうか。はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。